中国山東省延滞市の PCR 検査所が3日ある車に猛スピードで衝突され多くの死傷者が出ましたしかし公式メディアはこの事件を一切報じませんでした地元の情報筋によると山東省延滞市所属街にある PCR 検査所が3日猛スピードで走行する車に衝突され PCR 検査の列に並んでいた人々や貿易員スタッフがはねられたといいます 事件の発端は、PCR 検査に並んでいた住民同士の割り込みで口論になったことが原因のようだが、実際には延々と続く PCR 検査に国民はすでに嫌気がさし、長い間に怒り浸透我慢も限界に達し、ちょっとした摩擦で事故になったということです。ネットユーザーが投稿した動画では、延滞市の PCR 検査所が車に衝突され、フェンスが破壊され、 多くの人が地面にどさりと倒れている様子が映っています救急車と警察が現場に駆けつけ跳ねられた人の手当てをしていました救急車は一部の人を病院へ搬送したがまだ多くの人が地面に横たわっています事故を起こしたのは赤い乗用車で最終的に PCR 検査ブースにぶつかって止まりましたしかし中国の公式メディアはこの悪質な事件について完全に沈黙しており 正確な犠牲者数を知るよしもありません。